伊藤大輔選手、プロ歴両打選手、谷の中バカツロの選手、一人ずつ自己紹介をしていただきたいと思います。まあ、お願いします。こんにちは、フルバックやってます伊藤大輔です。ニックネームは、ヤンブーさんから名付けてもらった D というニックネームで、はい、みんなに呼ばれてます。よろしくお願いします。D です、よろしくお願いいたします。じゃあ船引選手。こんにちは、船引亮太です。ポジションはウイングフルバックです。ニックネームはビキで呼ばれてます。お願いします。お願いします。ビキです、お願いします。そしてタリロト選手。はい、皆さんこんにちは、バートロロタリロト。ポジションは、ウイングとセンダー。ニックネームサウです、よろしくお願いします。サウさんです、よろしくお願いいたします。じゃあちょっとね、いろいろとお話も聞いていきたいと思いますが、まず伊藤選手ね、ついこの間の三重ホンダヒート戦、今シーズン最後のゲームでリーグワンデビューを果たしました。おめでとうございます。実際に出てみていかがでしたか。まあ、憧れのジャージ着れてプレーできて本当に楽しかったです。しかもね、この山下宏選手、この D の名付け親の山下宏選手の、リーグ通算、リーグ戦通算の178試合というメモリアルな試合に 初出場でしたけども、はい、一緒に出てみていかがでした。やっぱりすごい先輩、ヤンブーさんだけじゃなくていっぱいいるんで、まあ、早くああいう先輩方と同じような感じになれるように頑張りたいなと思いました。ね、実際に試合の方でもチャンスメイクするという姿もありまして、これはね、今後期待できるぞと思ったスティールメイトの方々も多いんじゃないかなというふうにも思います。で、伊藤選手、実はお姉さんもラグビー選手なんですよね。はい、そうです。はい、お姉さんも現役の選手で。もう辞めたんですけど。そうなんですね、はい、はい。まあ、でもね、実際に選手としても活動されてたということですけども、何かお姉さんからスティーラーズ入団するときとかにお話ありました。いや、特にないんですけど、はい、しっかり頑張れって言葉をもらいました。ね、シンプルイズベストなメッセージをね、はい、いただいたということでございます。さあ、そんな伊藤選手ですけれども、ちょっとここで今日はですね、お一人ずつ、実はちょっとファンの皆さんからも、スティールメイトの皆さんからも、ちょっとお一人質問を一つ投げかけていただこうかなというふうに思うんですけども、もしよろしければ伊藤選手にちょっとこんな質問してみたいよという方いらっしゃれば手を挙げていただければなというふうに思いますけれども。子供の頃に憧れのチームって何ですか。お、これはもうちょっと答えが出てると思うんですけど、はい、コベルコ神戸スティーラーズ。ありがとうございますありがとうございますね。出身神戸じゃないですけどもね、やっぱり憧れのチームに入れたということでございますね。さあ、続いては船引選手でございます。神戸が地元ですもんね。そうですね、はい。実際こうスティーラーズに入るって決まった時どうでした。やっぱちっちゃい頃から見てたチームなんで、まあ、憧れもあって入れてとても嬉しかったです。ご家族とかなんか言うてはりました。父親が、はい、妻で焼き鳥やってるんですけど、はい、ポスター貼ってあって、ちっちゃい時から、はい、で、それも見て育ってるんで、もう両方、母親も父親も喜んでました。あ、そうなんですね、はい。じゃあもうご両親、だからじゃあちょっとこう親孝行もできたみたいな。あ、そうです。そんな感じなんですね、はい。なるほどなるほどね。なんか仲のいい先輩とかいらっしゃいます。そうですね、やっぱ大学の一個上の先輩の福西さんが仲いいです、はい。普段からじゃあ出かけたりされるんですか、一緒に。そうですね、出かけたりします。お休みの日とかどこ出かけるんですか。もう近くのスタバとかでゆっくりしますなるほど、いいですね、はい。結構ね、コーヒー、スティーラーの選手皆さん好きですもんね。はい、船引選手にもちょっとね、質問一つ、皆さんスティールメイツからもね、ちょっと投げかけていただければなと思いますが、ライバルの選手、ライバルの選手、まあ、同じポジションの選手もね、すぐ隣にもいらっしゃいますけれども、はい、船引選手、ライバルの選手、これちょっと難しいですかね、どうでしょう。そうですね、やっぱ大学の大先輩の山下楽平選手ですかね。そうですね、共同キャプテン、共産の大先輩ですけどもね、やっぱライバル。そうです、憧れも、まあ、あって、うん、まあ、それをラケー選手を超えたいなという気持ちもありつつ。なるほど、
こう船引選手から見て楽平選手はどんなとこが、ここがすごいな。しっかりトライ、ライン際でもトライを取り切るっていう力すごいなと思います、ね、今後もということは、ね、船引選手がこの楽平選手のポジションを争っていくということになりますので、ぜひぜひ船引選手にも熱い応援、皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そしてタリブトゥ・ファカトゥロロ選手でございますね。まあ、日本に来てもう4年ぐらいですか。はい、ね、日本語にももうだいぶ慣れてる感じがしますけど。あ、ちょっとだけ、ちょっとだけありがとうございます。で、今回ね、お名前タリロトゥ・ファカトゥロロ選手でご紹介しましたけど、実は本名めっちゃ長いんですよね。はい、yeah, it's really long, very very long. はい、とても長いです。実際ちょっとどういう名前か ゆっくり教えてもらっていいですか。タリロトミマナガキミリランシュンシャワクファトゥロロです。めちゃ長かった。で、ニックネームのサウはそのお名前の中から来てですよね。My middle name is Sawaki, so Sau Aki, just Sau. Middle name is Sawaki っていうのが入っていて、はい、そこの、まあ、半分 Sau ってところを取って Sau でニックネームやってます。なるほど。これ Sau Aki ってなんか意味あるんですか、言葉。It's my grandfather's name. おじいちゃんの名前。あ、なるほど。じゃあそのおじいちゃんの名前をいただいて Sawaki Sau っていう名前なんですね。なるほどね。今後どうでしょう、こういう活躍をしていきたいみたいな抱負があれば。 For now my goal is to be pick at the first 15 next season, so I'm training hard right now and I'll do my best、next season。 まあ来シーズンに向けて、まあ、しっかりメンバー入り15人スタートのメンバー入れるように今すごいハードワークをしているので、まあ、来季に向けてこれからも、まあ、自分のベストを尽くして練習できればなと思ってます。はい、ありがとうございます。で、こう同世代の選手もね横に並んでますけども、はい、皆さんとこうどんなお話されるんですか。 Basically to enter the League One competition, like, yeah, to, like, get into the first 15. そうですね、まあ、リーグワンの内容だったりとか、まあ、頑張ってメンバー入ろうだとかっていう話をします。なるほど。まあね、こう同世代同期入団の選手もいらっしゃいますから、まあ、そこで切磋琢磨しているということだと思います。じゃあそんなタリロトゥ・ファカトゥロロ選手にもぜひちょっと一問ね、スティールメイツの皆さんから質問投げていただければと思いますが、質問ある方手を挙げてお願いします。憧れの選手は誰ですか。お、Who is the player you admire? 素晴らしい、通訳ついてました。Basically, Nani Lau Mape. Nani 選手です。ラウマペ選手、ね、憧れの選手、一緒にプレーというかね、トレーニングもされてると思いますけど、実際どうですか、見て、近くで見て。It's pretty amazing because I really have to learn、new things and he teach me like new skills and new stuff. 素晴らしいことだと思っていて、まあ、新しいことをどんどん学ぶことができますし、彼も自分にすごい、まあ、教えてくれるスキルとかも教えてくれるので本当に光栄です。ありがとうございますね。もしかしたら一緒の、ね、ピッチに立つことが試合中あるかもしれませんので、ね、その時のコンビにも注目していきたいなというふうに思います。そんなタリロトゥ・ファカトゥロロ選手です。皆さんこの後も応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、ということで今回はね、3名の選手皆さんに登壇をいただいてですね、ちょっとお話を伺っていきました。まあ、これからもね、今からも多分こうスティールメイツの皆さんと、はい、一緒にね、ちょっとこう触れ合いをしていくと思いますんで、ぜひぜひ皆さんね、来シーズンも含めて皆さんへの熱い応援もよろしくお願いいたします。ということで新人選手紹介のコーナーでした。皆さんありがとうございました。